明です。今回ね、猿ヶ島でちょっと走ってきたんだけども、ちょっと帰り急ぐんでね、贅沢に猿ヶ島のところから高速乗って圏央道でちょっと帰りたいと思います。これ結構1000円以上かかるんだけどね、土地歩行に乗るのは初めてかな。圏央道で八王子まで行って、そこからあの中央高速で行くんだけども、まあ時間的にはこっちの方が早いのかな。おそらくね、東名経由の方が距離的には短いと思うんだけど、まあ、時間的にはこっちの方が、まあ、空いてれば早いんだろうね。このバイク、結構ねオフロード走ってそのまま高速走れるからね。あ、いけねこれ。さすがオフロードのままだったね。とりあえずハードにしとけば、あ、ここから東京都八王子市、あ、でもこれジャンクションはトンネルなの？ではないんだね。まあ、ここから中央高速で、あとまあ直線的に調布方面に行くだけなんですけども、で、ね、今このバイクにつけてる進行のブロックパターンのタイヤで、まあ、高速を本格的に走るのは初めてなんですね。まあちょっと走ったことはあるんだけども、でね、これコーナリング、高速のコーナリングどうかなと思ったんだけども、さっき の, あのジャンクションの回り込むコーナーでね、やっぱり、まあ、若干ね、バンク角に対してね回り込む勢いがあんまないっていうかね、まあ、回り込まないっていうか旋回力があんまないっていうかね、まあ、その分余計に寝かさなきゃいけないのかなっていう感じがして、まあ、若干違和感はあるんだけども、まあこの辺は慣れなんだろうなっていう感じですね。八王子インター、今日はなんか夕方から雨とか言ったからね、早めに帰らないとね。これね、高速の本線に料金所があって、でこの先の府中とかね調布とかで降りるときには特に料金所はないんですね。だからその分も料金払ってるってこと、ここで払ってるってことなんだと思うんだけどね。
回はこの石川パーキングでちょっと一休みしてきました。まあ動画はここまでですね。まあ高速走ってね、タイヤがどうなるかちょっと気になってたんで、まあ止めてから温度とかね、減り具合を見たんですけども、別にどうってことはないですね。ということで今回は以上です。ご視聴ありがとうございます。